ということで、ごめんなさい、じゃあ5戦目いきましょうか。うわー、メロンパン。おー、これはじゃあメロンパン兄さん、 A チーム執念さん、お願いします。そして B チームメロンパンさん、じゃあ行ってきてください。はい、はい、頑張って。メロンパンさん、ファイト。皆さん頑張れ。でも待って、でも待って、めっちゃおもろくない？いや、いい勝負ですよ。めっちゃ面白い。やばい。だって、いやでもヒカクさんとの試合もなんか普通になんかキャラを出せないっていうか、普通にガチで試合やっちゃった。いやもう通話地獄っす。おえおえおえとか一言も言ってんでしょ、俺。え、マジ？いや、通話やべえとか。いやだからメッツさんのその1点目の時ぐらいですよね、言えたの。そう、1点目の時だけ。守れ守れとかやって、いや決めるとかそれしか言ってるもん。もうなるほど、もうあれだ、本当気持ちが入ってる人のウィルだ。点の入り方はどんな感じだったんですか？その逆転した後っていうか、だいぶ突き放したよね、比較。1点取られて、僕もソルバッケン の初見開幕あるじゃないですか、強いやつ。あれで 1-1 にして、で、その後僕 2-1 になりましたよね、1回目。そうだね、で俺がまた追いついて 2-2 になって、熱で、そっから僕は2点連続で取ったんですよね。2点取って、で、その後1点返してみたいな。そうっすね。いやー、すごい試合。トニーってやべえな、だ最後な、4-3 になったのが多分60分ぐらいで、そう、最後30分ぐらいもうお互いくっそ真剣にウィリアムって最後の最後な、アディショナルタイムでさ、オーウェンフリーになって、お、もうあれ特訓シーンだよね、完全に。めっちゃ惜しかったっすよね、正直。うん、ダメだった、入んなかった。いやでもいいなぁ。なんかね、まだ早いっすけど、またやりたいっすね、なんか。いや、やりたい、これは。すごい。いや、もうこの企画が終わった瞬間に常に企画みたいな、もう。そのくらいのスピードでやりたいっす、僕は。すげえ、入りや、マジで。次回ってなる。例えば、これで、このままこのチーム、このスカットでトーナメントとかやっても面白いっちゃ面白いんですけどね。まあ、全然面白そう。あ、やりません、それ。やりましょう。ありっちゃありっすよね。やべえ。またこのマジか、周年。周年のメロンパンか。どっち勝つの？どう思います？いや、ゴリゴリ。いや、でも、いい試合に。ここそ。これはマジでいい勝負。うん。多分実力も同じぐらいですよね、ガチで。ガチ。これでも、リアルに、周年さん 2-0 とかで勝って、うわー、イーブンだったら、すごい。熱いよね。は？お前何言ってんの？お前勝負。あ、お前勝負。え、てか、そう、こっちの。いやいや、でも展開的には熱いじゃん。まあ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 、まあ、動画的にはそうですよね。まあまあ。そうだな。大将が。うちの大将が。あ、次元氏、むしゃぶりだし、やめろし。めっちゃ緊張してんじゃねえか。むしゃ、ここ緊張しますよね、これもう。震えてんじゃねえか。あ、おもちゃ緊張して震えてる。俺、むしゃぶりだし。動揺しすぎだろ。俺、別にあれだし、兄さんいるし、大丈夫し。コンパリっから、言うし。我々はでもね、試合終わった今すっげえ楽。いや、それは本当にそう、本当に。あのね、すげえ楽。気持ちいい。俺らさ、今負けてんだけどな、俺。なんなら。あの、マラソン走った後、これ。マジで。もうずっとそわそわしてるんですけど、もう始まってるから。確かに。ずっと心臓急に逃げられてる感じだ。もう言うて2時間くらい経ってますもんね。いや、もうきついっすよ、マジで。結構遅いっすよ。負けるとやばいっすよ。重みが違う。言葉のリアルにおもちゃさんはもう勝つ前提みたいになってるんで。いや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 、まあ普通に負けるはずないっすよ。変な展開、味方からのプレッシャーが。なんかおもちゃさん、俺みたいな噛み応えザコでさせ、マジ。いや、これ上げるタイプだ、来たね、これで。こういうタイプか、こすいわ。マジでちょっと胸借ります、さすがに。マジおもちゃさんでも割とメンタル弱そうだぞ。弱いっすよ、もうちょっとさ、あの通はさ、あの1対1やってたけど、メス連れてっていい？いや、それは絶対に。おえおえおえって、俺もうね、ここ外ばかりにあのさっきの試合出せなかったから、セコンドつけんだ、セコンド。もうさっきの試合全然もうそれどころじゃなくて、もう全然出せなかったから、もう言わせんで出しちゃうよ。出して、マジで行け、メッスってポケモンみたいに出したい。行け、鳴き声ってやりたいもん。ちなみにコンスさんはなんか何かあったんすか？いや、行けなかったんすけど、その試合行っちゃってたんで。あの、単純にもう全部言い訳になるんですけど、はい、
なんかめっちゃワンパのスカットっていう感じで超ポンポン回す感じのイメージだったんですけど、はいはいはい、全然うまくいかなくてなんかトラップしちゃうみたいな毎回なるほど、全然うまくいかなくて練習してたのと全然違うサッカーしちゃいましたね。おお、いやマジで、じゃあそこをうまくかけそばさんがついたって感じなんですね。そうですね、あと3バックの方とばっかやってたんで本当にそれができたかなと。練習の成果が出た。そうですね、もう深夜3時からねもう呼びまくりましたから。めっちゃ遅い時間でやってましたよねそんな時間からやってたの。いや僕見てて、その時間起きてたんですよ僕昨日。あ、そうなんですね。で、かけそばさんが、うん、3時とかに追加募集みたいなのしてましたよね。あー、しました、すげーなすげー学生の本気みたいになってるじゃんマジで結構みんなちゃんと準備してんなと思ってておもちゃはちなみに どういや、僕はブラックおもちゃと結構調整してきました、うん、はい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 、なるほどこれは期待ない。ちなみにレイワさんはどのくらい？俺も結構やってきたよね。うん、張り合うタイプだな、これ。ブラックレイワとやってきたよ、もう一人のレイワ。ああ、もう一人レイワと。もともとがブラックなんだけどな。ホワイトレイワ。ホワイトレイワじゃない。俺だけ逆生まれんの、それ。良くなっちゃってるの、もう。良くなっちゃってる。ちょっと予想しません、一人ずつ。あの、第5戦の結果。10年 VS メロンパン。僕からいい、あれから行きます、企画さんから。僕は、まあ、A チームってこともあって1-0周年さん、動かないパターンね、意外と固い試合で最後インザーギが決めて 1-0。 インザーギ、そうだ。じゃあ次の方どうぞ。 A の1番からでいいんじゃないですか。じゃあ僕行きますね。いや、意外と 4-1 とかで周年さん。インザーギがハットとか。いや、インザーギ実際あのスカットで褒められる人いないですよ、多分。いや、確かに。あ、来た。早いな。なんかごめんなさい、みんな。来ちゃった。すごい、スムーズ。やばい、めっちゃスムーズ。どっちだ？あ、お疲れ様です。お疲れ様です。爽やかな。フレッシュだ。もっと爽やかな。もう一回お疲れ様ですよって待っていいですか。お疲れ様でーす。うわー、これやばいなー。期待していいなー。フレッシュがフレッシュのまま帰ってきたね確かに、うん、一切傷ついてない。これは素晴らしいな。そして周年ボンバー来ました。そう、周年さん大丈夫ですか。あ、お疲れ様です。なんかいい感じの声。二人とも傷ついてないぞ、これわかんねーな。じゃあ、時間もあれなんで、行きますか。5戦目、はい。じゃあ勝った方が言ってください、結果を。周年さん対メロンパンさん、結果なんと、1-1、引き分け。すげー、ありがとう。ということは2点、ということは2点リードしてるぞ、レイワニさん。2点リードで、ありますね、兄さん。いや、いけるかも。敗戦、こんなドラマある。いや、マジか。おもちゃさんお願いします。おもちゃさん、まあまあ、おもちゃさんの実力だったら大丈夫じゃないですか。いや、そのパターンはやめない。これ逆に2点取れなかったらちょっとあれってなっちゃう。いやいや、上げてきますね。おもちゃさん、いつも通りいつも通りプラスだよ。これ2-0だった場合どうなるんですか。あ、確かに確かに同点だね。勝ち数みたいな、勝ち数も一緒になるよ。一緒になっちゃうか。ゼロだった場合はちょっとどうかな。対応者同士で主催者に聞くか。そうでしょ。これやばいね。主催者のデータ的にはどうなる。あ、でも比較聞いて、誰が OK や。はい、B 勝つから。 OK OK。 まあ、じゃあ2点差だね。ここま、あの試合終わるまでに考えとくわ、みんなで。一応ね、保険でね、考えといて。OK。じゃあ、最終戦いきますか。おもちゃさん対令和さん。ちょっと、メロンパンさんと周年さんの感想、言ってから聞きますね。はい。じゃあ、一言ずつ、おもちゃさんからお願いします。2点差なんですけど、まあ、みんな精一杯多分頑張ってくれたと思うんで、大将ということで、最後はちょっと自分が皆さんの力になれればなと思うんで、3点ぶち込んできます。よっ、大人のおもちゃ TV! 頑張って。よし、じゃあ頑張って。じゃあ、レイワさんどうぞ。お前、バカなんかい。おもちゃ TV。 もう2点差ついてんだ、2点差。リレーで言ったら半周だ。確かに、スタート 2-0 だもんな。そうだぜ。それでやつか、試合時間8分。
それででも満足するレオさんじゃないですよね。あ当たり前だろ、ね、当たり前だろ、ね、同点でも0対1でも俺の勝ちになるけど、それでもおもちゃ対令和チャンネルを制するのは俺。いやったらしゃい、いらっしゃい。じゃあ行きます、いいですか、じゃあ勝った方がいい感じで。あ行きます、第最後最終節大将戦、 A チームおもちゃさん対 B チーム令和さん、勝利したのはなんと